皆さんこんにちは、生ハゲゲームズです。今回はポケモンレジェンドアルセウスのレベル100アルセウス戦の攻略についてご紹介したいと思います。今回は再戦なのでレベル100の攻略動画になっているんですけども、ストーリー上で戦う場合はレベル75なので、まあ途中でねポケモンバトルを行って倒す場合はもう少しだけ楽になるかなと思います。ただレベル75でもレベル100でも基本的に攻略方法は一緒になりますので、もしねレベル75で苦戦する方もこの動画ぜひ参考にしてみてください。ちなみに負けた時相手に与えたダメージを引き継いで戦っていけば最終的にはいずれ勝てるとは思うんですけども、この動画に関してはゲージを引き継がずに勝ちたい人向けの動画となっておりますので、あらかじめご了承ください。では早速始めていきましょう。まず前提としてこのアルセウス戦にたどり着くためには237匹全てのポケモンを捕獲する必要があります。指令は全てのポケモンと出会いとなっているんですけども、戦っただけとか出会っただけではダメっぽくて全て捕獲しなければいけないようです。ちなみにポケットモンスターダイヤモンドパールと連携して取得できるポケモンというのもいるんですけども、そのポケモンに関しては含まれません。クエストなどでしか手に入らないポケモン、例えばミカルゲとか結構大変なんですけども、頑張って237匹全て集めてここに挑戦してみてください。237匹集まりましたら天眼山の山頂で笛を吹いてください。するとねイベントあってアルセウス戦に突入という形になります。でここから本題なんですけども、アルセウス戦は先ほどちょっとオープニングでお見せした通り沈め玉を当てるアクションゲームになっているんですね。今はねちょっとポケモンバトルになってますけども、基本的にはアクションゲームになっています。これまでのボス戦と一緒で沈め玉を当ててダウンを取った後にポケモンバトルに移行できるというようなシステムになっています。でそのポケモンバトルに勝利することでチャンスタイムが生まれるという感じのバトルですね。まあポケモンバトルはしなくても倒せるんですけども、私の場合はポケモンバトルを行った方がやりやすかったので、本動画ではポケモンバトルを行う方向での攻略とさせていただきます。さてアルセウス戦のアクションパートなんですけども、まずは攻撃パターンをご紹介したいと思います。はじめにご紹介するのはこの波動と隕石落としの攻撃になります。この技は波動を出してから隕石を落としてくるっていう技ですね。前転回避で波動をかわして隕石落下地点から離れつつ一発だけ沈め玉を投げましょう。これを繰り返していきます。気持ち斜め前に飛ぶと攻撃しやすくなりますね。アルセウスの HP が半分を切ってからは波動の出方少し速くなりますので注意してください。沈め玉を投げ終わったら少しアルセウスから距離を取るようにして次の波動を回避してください。あんまり近いとねやりづらいと思います。6回攻撃が終わったら2回沈め玉を当てることができますので、2回沈め玉を当てて次の攻撃に備えるようにしましょう。次にご紹介するのはレーザー攻撃です。これは主人公のいる場所に向けてレーザーを撃ってきます。6回撃ってきますので落ち着いて回避してください。回避自体は難しくないと思いますのでしっかり回避して、回避が終わったら2発沈め玉を当てましょう。今ご紹介した2つがアルセウス戦のアクションパートでのメインの攻撃方法になってきます。これがですね一番多い攻撃ですね。アルセウスの体力が減ってくるとこんな感じで4つの玉をまとって波動を出す攻撃っていうのをしていきます。この状態の時に4発沈め玉を当てるとダウン状態になってポケモンバトルに移行することができます。この状態の場合は波動を打ってから次の波動を出すまでの間少し余裕があるので、焦らずに波動をかわしてから2発沈め玉を当てて次の波動を回避、それからまた2発沈め玉を当てるという形でダウンを取りましょう。この後アクションが得意であればそのまま沈め玉を当て続けてもいいですし、ポケモンバトルをする場合は1、2発沈め玉を当ててからポケモンボールを投げるといいと思います。次はダメージ床攻撃です。主にポケモンバトル終了後とかに使ってきます。パッと消えて別の場所に移動しています。この場合アルセウスの近くが安全地帯なので、ダッシュでアルセウスの近くに寄って前転回避などして安全地帯に入ったら沈め玉を撃っていくという形になります。
このタイミングがね、すごい攻撃のチャンスなので逃さないでください。次がですね、ワープ攻撃になります。シャドウダイブなんですかね。こんな感じでアルツースが消えてどこにいるのかわからなくなります。すぐに見つけられればいいんですけども、見つけられない場合は音を頼りに回避してください。基本的には円形のね、戦闘場の真ん中を見るとひび割れみたいなのがあるのでわかりやすいと思います。音と目視と両方を使ってね、こうタイミング測る感じですかね。結構タイミングシビアなので、難しいかと思いますけど、頑張ってみてください。次にご紹介するのが、分身攻撃ですね。こんな感じで3体に分身してしまいます。ただ本物は1つです。これ見てわかる通り、頭を下げているのが本体なんですけども、ぼやけてて見づらいんですよね。で、一番背の低いのが本体というふうに認識しておくといいと思います。本体に4発沈め玉を当てることでダウンを取ることができます。ここから普通のダウンと同じようにポケモンバトルを行うことも可能です。アルセウスの行動パターンも結構ね、変わることが多いので、なかなかダウン取れないこととかもあると思います。その場合でもね、地道に削っていきましょう。ワープと分身攻撃はダウンした後にポケモンバトルを行わないと使ってくることが多いように感じました。なのでアクションが得意な方はそのまま攻撃を続けてワープや分身攻撃を回避しつつ攻撃するといいかなと。アクションが苦手っていう方は普通にねポケモンバトルを行った方がいいかなと思います。次にですね、ポケモンバトルを行う場合の行動パターンをご紹介します。アルセス自体かなり強いんですけども、行動パターンは決まっているので、編成さえ考えれば倒すのはそんなに難しくないかなと思います。まず特徴として、アルセスはこちらが出したポケモンの弱点属性に変化して攻撃をしてきます。神通力なんかを使ってくることもあるんですが、ほぼ必ずと言っていいぐらい弱点の属性で攻撃してきます。よほど高いレベルじゃないとワンパンで瀕死になるかなと思います。戦闘開始時点はノーマルタイプになっています。なので格闘タイプの攻撃を持ったポケモンを用意しておくといいかなと思います。あとはそのポケモンの弱点のタイプっていうかね、属性というかにどんどん変化しながら攻撃してきますので、アルセウスが変化したタイプに合わせた弱点をつけるようなタイプの攻撃をしていくといいと思います。最終的にね、こちらは6体使えるわけですから、パーティーの編成を考えて戦えば勝てるかなと思います。で、ポケモンバトルに守備よく勝つことができたら、沈め玉のチャンスになりますので、精一杯ね、沈め玉投げてください。今作はね、戦闘中に主人公を動くことができますので、もう勝てそうになったらね、アルセウスの後ろ近くに陣取っててもいいと思います。その後、1回目のポケモンバトルの後であれば、ダメージ床を展開してくることが多いかなと思いますので、まずはね、すぐに安全地帯に移動してください。安全地帯に着いたら、メニューを開いて、負傷したポケモンを回復していきます。なので、ポケモンバトルをする方の場合は、元気の塊とか回復薬とか、ある程度用意しておきましょう。回復がね、終わったらまたアクションバトルを行っていって、これを繰り返すことで倒せるかなと思います。それでは最後にですね、アルセウス戦で使用したポケモンを、ご参考までにご紹介したいと思います。これがね、正解ということではありませんので、あくまで参考としてご覧いただければと思います。まずは爆風ですね。基本的に、なんて言うんでしょうかね。そのアルセウス専用にっていうことでの構成にはしてないです。次にパルキアですね。これもですね、特にアルセウス専用にっていうことではなくて、最初からこんな感じっていう感じですね。あとディアルガーですね。ディアルガー実際にね、実は使わなかったんですよね。いるはいるんですけど、特にそんなにね、使ってないです。次にガブリアスですね。これもですね、特に構成それ用っていうわけではないです。峰打ちとか入っててね、ポケモン捕まえる用みたいな形になってます。次がエレキブルですね。これは天眼山で拾った親分ですね。それをそのまま使ってる感じですね。で、最後にニンフィアですね。
マジカルリーフだけ技覚えさせています。これ親分なんですけども、時空の歪みの中でね、親分として出てきたのを捕まえて使っています。でね、実際にそのアルセウス戦、再戦で勝つと、レベル100に勝つとどうなるかというとですね、まあ、こんな感じで終わりまして、まあ、タイムアタックなのかな、タイムアタックみたいになってる感じと、あと経験や目が手に入るということになっていました。ということで、アルセウス戦のね、レベル100攻略の解説だったんですけども、実際の戦闘動画というか、あの戦いのね、最初から最後までについては、概要欄とこの動画の最後のおすすめに載せておきますので、もしよろしければそちらもね、ご覧いただければと思います。以上、生ハゲゲームズ、アルセウスレベル100の攻略解説動画でした。お役に立ちましたら高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。それでは皆様、良きゲームライフを。